尽くす。試験当日は人事を尽くすしかない。勤める。長年投資銀行に勤め、幅広いネットワークを培った。積み重ね。毎日の積み重ねはいつか必ず実を結ぶだろう。積む。 外資系企業は国内外問わずグローバルな経験が積める。手当。給与の内訳は大きく基本給と手当に分かれる。ディスカッション。社長は自由奔放なフリーディスカッションを好む。テーマ。 文化祭はテーマやスローガンがあると盛り上がる。的確。部下に対して的確に意図を伝える指示を心がける。手順。作業手順だけでなく、その目的や理由も理解する。徹底。 5S を徹底して取り組んだ結果、業績が伸びた。徹夜。徹夜での勉強は、体に多大な負担をかける。手取り。学面給与から税金などを差し引いたものが手取りだ。デメリット。 テレワークは生産性が高いがデメリットもある。転勤。金融業界で転勤が多いのは不正防止のためだ。転職。給与や職場環境に不満を感じ転職するに至った。添付。 企業の採用担当者に履歴書を添付してメールを送る。問い合わせる。募集要項を見たがわからず、入試課に問い合わせた。動機。面接官に入社志望動機を質問された。導入。男性社員が 一ヶ月の育休を取得できる制度を導入する。同僚。来月結婚する職場の同僚に結婚式の司会を任された。登録。就活サイトにアクセスして会員登録を行う。得意。 もともと、夜よりも朝の方が得意な朝型人間だ。届け。学外施設で活動を行う場合は届けを出さねばならない。届こーる。急な依頼やトラブルに振り回され、自身の作業が届こーる。とどまる。 転職も考えたが、家族とも相談し、今の会社にとどまった。努力。最後まで努力を続けた者が勝利をつかみ取れる。内定。業績が悪化した企業から内定取り消しの通知が来た。怠ける。 すぐに怠けてしまい、定期試験の勉強がはかどらない。なれる。仕事になれるまでの期間は辛抱も必要だ。苦手。英語が苦手なら、まずは基本的な勉強法を知ることだ。担う。人事部は、 会社の根幹を担う重要な部署である。入門入門科目で新入生に必要な知識やスキルを身につける。年収転職後、一時的に年収が下がることは否めない。ノウハウ 仕事をする上で最低限必要な知識やノウハウを教える。望ましい。面接で着用する服装は男女共にスーツが望ましい。伸びる。予定されていた会議は部長の都合で来週に伸びた。 配属。配属当初は目の前の仕事をこなすだけで精一杯だった。配置。社内の人材を適材適所に配置し、業務の最適化を図る。発行。在学生と保護者を対象に。 広報誌を年4回発行する。発想。斬新な施策を打ち出すには発想力が不可欠である。省く。会議の非効率な内容を可視化し、徹底的に無駄を省く。引き受ける。 彼は仕事を頼まれるといつも笑顔で心よく引き受ける。引き継ぐ。前任者は後任者と先方に挨拶に伺い仕事を引き継ぐ。必死。受験直前まで寝る間も惜しんで必死に勉強した。 筆者、次の文章を読んで、筆者の主張を要約しなさい。必修必修科目は卒業するのに絶対に必要な単位のことだ。必須就活で内定を勝ち取るには自己分析が必須だ。 必然。人の何倍も勉強を続けた彼の合格は必然の結果だ。人手。人手不足で業務が終わらず残業の日々が続いている。一人暮らし。就職を機に上京し、一人暮らしを開始した。